地震だ。地震。逃げるぞ。母ちゃん。水筒持ってる、水筒。あれ？これバス用か？エビの皮は、こう、足の方を一気に向いて、そこを外します。ここはあの水袋といって、ここに水があるから水袋を切って、背わたがあれば背わたを出していきます。普通のエビの伸ばし方は、こう包丁を入れて、こうやって筋を伸ばしていくのが普通のエビの伸ばし方で、しました。これは同じエビですけど、これただ筋切りして指で押さえて伸ばしただけのエビ、これは包丁で伸ばしたエビ。まず揚げ方にはたくさんあるけど、今やるのは巻き揚げっていう、まずは巻き揚げって言われたり、唐揚げとも言ってもいいし、巻き揚げを寄せて、巻いて引きつけれるような感じですね。よくあの天ぷらのサンプルにあるような感じのエビの揚げ方。はい、大揚げですね。大揚げ、こうやって。ちょっと待って、味見します。硬いぐらいのパクパク。Thank you.